本物です。本物影武者です。違う違う、藤井さんも藤井さんも何だ走る。すごいなんか青春を走ってる映像がちょっと頭の中にすごい明るくて元気で、なんかクラスに一人はいるじゃないですか、結構うるさい子って、そういう子かなって思います。お疲れ様でした。明るくて学生の歌を歌ってるような歌になりました。多分バチグサムユズえ、影帽子。影帽子だよ。影影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 眩しいです。いいと思います。すごい、どうやってやってんの、どうやってやってんの、どうやってやってんの、教えねー。ちょっと待って、これは今回は成功しましたか。成功なんとか結束力は高まったみたいです。大成功。意味わかんない、乗り切れてない、ね、乗り切れてないよ、こっちが起きてないんじゃない、プルプルしてる大丈夫ですか。あ、また積んでる指令書。怖い、何、せっかく稽古場にいるので、うん、お芝居を4人で作って結束力をつけました。鼻かゆくて渡辺真由、太田愛香、中川遥香によるユニット、おかしなシスターズ。そこに平島夏実が加わり、4人体制で結成された新ユニット。4人は渡り廊下走り隊はもちろん、え、図のようにね、上手に作れるといいですね。そうですね、はい、では早速お買い物に行くぞ。イエーイ、やったー、完成。グーの寝れないくらいに魔法好きなれたんだい。よいしょ、よいしょ、終わりました。で、表してください。せーの、はい、ありがとうございました。バイバイ、バイバイ。さあ、スーパーに到着しました。スーパーマン、
もここです。ここです。何からのお一口。トマトと同じだ。アスパー、パンチリン。見てないか。何が違うの。分かんない。でっかいかちっちゃいか。まあいいや、これで、アスパラ。あ、でもアスパラ剥くのめんどくさいな。なんで、アスパラって剥くの。それも剥くよ。じゃないの。あ、ブロッコリー。待ってよ。あ、ね、ナスあるよ、ハルゴ。ナス、ナス言ってたよ。ナスって何でもいいよ。ナスって美味しそうな、うん、で、あと何。ナスとブロッコリー剥かなきゃ。じゃ、ナス買うね。でも、ナスこんなに使わないのにもったいないよ。いいんですか。じゃがいも。どれが美味しそうかな。1個で足りるか。何が違うの、このジャガイモ。メイクイーンって何。メイクイーンは、うん、でも、私これ、なんだろうね、やっはい。あ、何買ったの。え、いちご。違う、ベニオン。なんだこれ。あ、玉ねぎ。じゃ、キュウリ。あ、そうだ、キュウリだ。さあ、買い物が終了しました。クッキングスタート。イエーイ。手洗いうがい、そう、手洗いうがいしないとね、最初に。茹でる、うん、茹でるんだよね。あ、いや、え、待って待って待って、じゃがいも茹でますよね、だって思った。やばい。え、待って、これじゃがいもどうやって入れんの、これ。あ、ウォッシュ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 。あ、スプーンここにあります。な、ありません。あ、なんかいい匂い、やばい。スプーンじゃないですか。ひき肉おいしそう。うん、スプーン。え、どうすればいいのこれ。え、どうしよう、どうしよう。え、皮ついたまま。え、待って、え、これさ、こうやって入れればいいの。じゃがいもって先に入れるの。先に巻いちゃったもん。え、先に。包丁でかいんですけど。この時間無駄。それチンすればチン。先に入れた方が剥きやすいよ。あ、そうなの。なんかすごい、私なんか悲しくなってきた。やばいやばい、焦げちゃう、焦げちゃう。え、やばい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 。え、蓋、蓋ってどこにあるんですか。ハート作れないか。ハートに見えないんですけど、どうしよう。なっちゃんのやつ終わりました。はい、お弁当できました。すごい、できたって感じで、ハルゴンできました。ハルゴン、それできました。おめでとう。ということで、平島も完成しました。イエーイ。そんないっぱい食べる。あ、なんか苦い。え、食べたい食べたい。まあ、8割やったらこげ食べたい。食べます。あ、それ気になる。ねえ、ていうかさ、ね、ハルゴンのさ、じゃがいも噂に言えるとなんか生らしいけど、本当？ちょっといい、食べてみて。うん、まずい。まずいとかはっきり言わないでしょ。確かにそうかもしれないけど。見つかれるね、こっちの、うん、え、ちょっと大変なことになってる。すごい綺麗なんです、ラブタイム。何これ、2個なってる。すごくないですか。で、これツナが入ってる。そう、ツナがついてると思います。いただきます。どう、ハルゴンのそれ。でもね、おいしいんだよ。え、てか、マユ自分で食べてさ、うん、なんで。おいしい。よかった。私はじゃあ、マユのお弁当作り大成功。イエーイ。じゃあ終了です。お疲れ様でした。ありがとうございました。気まずさっていうのは菊池が一番感じてることだと思うから、そんなにこれといって大きな変化はなく、普通に菊池も何か食べてほしい。練習したいな。練習したい。徹夜した。
絶対嘘だね。クリアはないでしょ。今からエキストラの皆さんと撮影です。ファンの皆さんと撮影です。行きます。楽しく踊らせ。雨降ってる。おはようございます。雨降ってる。やっぱ雨女がいるぞ。お台廊下には。お台廊下の PV は絶対雨が降るんです。雨女でごめんなさい。ですからね、台本読んだらそんな感じだったんで、私がそんな学校中のそんな人気者とかになったことはないので。ないと思います。先生、上着はいけないと思いますよ。ありがとう。ありがとう。かわいい。かわいい。恥ずかしい。すごい可愛い曲。カットです。ありがとうございました。僕の目標。僕の目標は、はい、はそれでアルバム出したりとか、もう夢は膨らむばかりです。ね、はい。展示しよう。じゃあ、マイカ。この5人で初演じたね。マユ、アヤカ、ナツミ、アイカ、ハルカ。ということで、新生、また移動か走りたい。これから5人で頑張っていきましょう。バーイ。違和感もなく撮影に臨めたという。デビュー作発表だと多分私たち4人も菊池もちょっと複雑な感じになっちゃうと思うんで。夏って言ったら海じゃない。私海行きたいな。4人の空気が重たいからここにいます。